いや完全に裏切られたね。あいつああいうところあるからね。ちょっと殺してくる。頼むわ。いや怖いよ、ダメだかんね。うわ、回り出したぜ恋の歯車。すれ物しちゃっ、ジオ、潰し合いだな。どうする、やっちゃおう。やっちゃおうよ。久しぶりだな。やらせてくれ。ブラザー、そんなことをしても今日は一歩も引かんぞ。あめよせ。何すんだ。話せ、くそ待て。ほらぶっ壊すぞ。話せっつうんだよ。シャスしそうだな。え、シャスしそうだと言ったんだ。うん、サングラス今すぐ返してもらってもいいんだが。あざす。ピンポン。やめるんだ。おい、お前らやりすぎだ。こんなバカな頭にさせてごめんねって、ちゃんとチョロマツに謝れ。チョロマツ、今日はバレンタインデーだったな。ほらよ。僕に？ああ、お前みたいなクソダサいセンスの弟がいてくれて、自分に自信が持てるんだ。いつもセンキュー。いいのに。かかってるな君たち。なんで認めんだよ、否定しろ。さすが長男だよ。ああ、なんで。おそ松、何をやっているんだ。俺たちツートップがしっかりしないでどうする。お前のそういうところだぞ。頼むぜ長男。聞いてんの、なんだその先行理由。カラマツ兄さん。ブラザー、おとなしく寝てる。じゃあもういいや、俺もあのお姉さんのことすっげー好きだから、やっぱり諦めないことにする。はぁ、何を今さら。今さらとかじゃねえし。好きになっちゃダメだって。知らん。いや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 、ダメダメダメ。知らん知らん知らん。まあでもジュニアは俺も欲しいかな。次はどんなセリフにしようかな。際どい。あ、なんて。際どい。あ、際どいセリフ。際どい、どういうこと。だからそのエロ系のやつ。あ、はっきり言ってくんないとわかんないよ。お前ずるいぞ。わかってんだろ本当は。自分だけ責任逃れようとして。わかんないよ、トドコちゃんの声で何を言わそうとしてるわけ。だからチンコ的なやつ。優しいようで実は排他的。排他末。排他末。じゃあ言わせてもらうけど、あ、これって仮の話だろ。ピザは頼まないんだろ。選んで何になるんだよ、めんどくせえな。お前ずっとそんな風に思ってたの。思ってたよ。こいつらマジくだらねえことを話してんなと思って、クソみてえな時間だ。だから適当に終わらせたんだよ。尺食いたくねえし。排他末全然いいぜ。むしろ俺を外してくれよ、クソつまんねえノリからはよ。ああもうトイレに行っても大丈夫なんで。別に行きたかねえよ。この場から逃げたかっただけ。なんでか、お前らがクソつまんねえ、クソくだらねえ、クソ会話をダラッダラッダラッダラしてやがるからよ。ハイタマツ全然いいぜ。呼べよハイタマツ兄さんつって、呼べよ。ほらなあ、生ビール、ハイボール。承知しました。なんだよ生ビールとハイボールって。俺もっとおしゃれで美味しいの作れるのに。絶対おすすめなのに。丸聞こえなんだけど。なんというパワーだ。地球が消し飛ぶぞ。こんな力を使ってしまっては彼ら自身の体の方が持たない。松のカラマツは、俺も宣伝やんない、何もしない、何も出ない。ヒットさせるために宣伝に協力してるのに、いざヒットした時に見返りがないんだったら俺たち何をモチベーションに頑張ればいいんだよ。よー、よー。